こんにちは、赤です。先日加湿器の選び方という動画を上げましたけれども、その中で私3機種買うことにしたというふうにお伝えしたと思うんですよ。でそのうちの1つ、これですね、一番最初に買ってきました。まあ、残りの2つは Amazon で買ったんで、届くの待ってる状態なんですけど、これに関しては実店舗でそのまま買ってきたということで、今私の手元にあります。これがもう大本命なんですよね。こちらレインと書かれてますよね。で横にはバルミューダというメーカーの、まあ、レインというものですね。まあ、早速開けてみましょうか。もうこれ形がすごい素敵なんですよ。お問い合わせ先がこんな感じで、問い合わせ先とかが書いてるカードなんですね。そして説明書が入ってました。まあ、説明書を見ながら組み立てていかなきゃいけないかなというところですけど、箱からいろいろ出していきましょうね。これがまず AC アダプター 12V という記載になってます。なんかスマホのアダプターみたいですけど、そうそう、このコンセントなんですけど、こう回転するようになってるんですよね。押したら大丈夫かな。あ、押して外してまた取り付けるっていう感じですね。4方向どの向きでもつけられるようです。でこれがコントロールリング、ここを回したり押したりして操作するんですよ。本体の上部が出てきて、カーブが出てくると、まあ、2層構造になっているというものですね。箱の中身は以上です。ちなみにこれ季節家電なんで、ここに箱にどうやってしまうのかっていうのも書かれてます。まあ、よく扇風機とかってこういうふうに書かれてるものが多いんですけど、非常に親切ですよね。同梱物全部バラすとこんな感じですね。まあ、パーツの数が多いのか少ないのかっていうのが、まあ、何とも言えないんですけど、割とシンプルな構造をしてると思います。順番に取り付けていきましょう。まずはこの銀イオンカートリッジ、こちらをこの給水ボウルの真ん中に置きます。でその次に加湿フィルター、こちらですね、これを設置します。で次にこれですね、これで加湿フィルターが固定されました。そしてこの緑色のが酵素プレフィルターというものです。これで中のタンクが完成したので、まあ、このままセットするっていう形でしょうかね。まあ、水平が取れてればいいんでしょうけど、いまいち不安ですね。給水ボールセットする前にこっちのアダプターを挿す必要がありました。アダプター挿すのは結構底面に近いここなんですよね。で最初に何も入ってないよっていうことを、まあ、これに知らせるのに、このキャリブレーションとりあえず電源ボタン長押したのです。まあ、これでまあ水の量がゼロだよっていうのが分かったみたいですね。ボールをセットして、それから上ですね、ここに接点があるんでこれを合わせていきます。あとはコントロールリングを乗せるだけ。これで完成ですね。実際使ってみてですね、もう控えめに言って最高でした。でどう最高なのかっていうのを皆さんにお伝えしたくて、でこのレインだけはちょっと単体の動画でレビューしたいなというふうに思ったので、今日はこちらを紹介していきたいと思います。このチャンネルでは私が購入したものや気になっているもののスペックを紐解いて、皆さんの製品選びの参考になるような動画を作っていきます。今日はバルミューダレインという加湿器のご紹介です。それでは行ってみましょう。
最初に主な仕様っていうのがこちらですね。まあ、一番大事だと思われる過失能力っていうのがこう17条まで対応しているっていうのがすごくいいですよね。まあ、その代わりちょっと筐体大きく見えますけど、まあ、最大 600ml パーアワーで最低でも 150ml パーアワーという形で5段階に調整できるんですよね。で、注目するべきは消費電力ですね。消費電力が最大 23W しかないんですよ。これですね、例えばフル回転で一日中ずっと回していたとして一月の電気代が100円以下なんですよ。これがね、やっぱすごいなというところですね。で、実際にはフル回転じゃない使い方を結構すると思うんで、もっともっと電気代を抑えられます。まあ、常時使っていても気にならないっていうのがすごい売りだと思うんですよ。あと、ここもかなり高スペックなのが動作音が静かです。まあ、性能がいい分だけちょっと大きさ結構あって、こんな感じで壺型なんですけど、大きさ伝わりますかね。例えば iPad と比べると、まあこんな感じですね。まあはるかに大きいです。ではこのレインの最大の特徴、外観から見ていきましょうか。もう見た感じ、この壺型が美しいですよ。下にロゴがあって、スッと壺型で、一番上に液晶表示があります。まあ、液晶といってもこれ有機 EL ディスプレイなんですよ。すごい発色綺麗なんですよね。ボタンとしては背面に電源ボタンや Wi-Fi のオンオフボタンがあります。操作部分がこのリングなんですよね。ここを回すことで風量調整ができたり、またマニュアルやオートを切り替えることができます。まあ、操作性かなりシンプルなんですよね。なかなかこの液晶表示も凝ってていいです。できることは結構最低限なんですけど、これただの加湿器であって空気清浄機ではないんですよ。まあ、花粉だとかホコリだとかそういったものを吸着してどうのこうのっていうのは一応スペック上は謳われてはいないんですよね。で、動作モードも2つだけで、オートかマニュアルかなんですよね。操作系すごく簡単で、今これオートモードを設定してますけど、オートモードの場合はこういうターゲットの出動を決めてあげれば、それに向かって強運転と弱運転を切り替えていきます。この緑色のリングが風量を表していて、今ここまで来ているので4段階ですね。これがターゲットの湿度を超えていくと、こういう形で1段階まで下がったりします。まあ、これ一般的な使い方ですよね。ただこれだとちょっとうるさくなりがちなので、このオートからマニュアルに切り替えて使うこともできます。で、マニュアルはもちろんこう1から5まで設定することができて、さすがに5段階目だと相当うるさいんですよ。なのでうちだと大体2ぐらいで常時動かしているっていう感じですね。あと面白い機能としては、こちら24時間タイマーというものがあって、これ分かりますかね、何時台は動いてて何時台は止まってるっていうのが全部設定できるんですよ。毎日決まった時間に動かして、毎日決まった時間に止めると、そういったことが可能になってます。あとはセッティングで、まあ、Wi-Fi 設定なんてものがありますね。ユニオートっていうのもあります。この加湿器実は Wi-Fi につながって、ユニオートっていうアプリ、こういったバルミューダのアプリで制御することができます。実際これ今のレインの状態を表していて、まあ2段階ぐらいで動いてますよっていうことなんですけど、
例えばこのここを、マニュアルの3にしてみましょうと。そうすると本体も3になるんですね。ということで、実際家の中だろうが外だろうがどこからでも遠隔で操作ができるということなんですよ。まあ、これのいいところ、外出時に部屋の湿度が分かるっていう部分もあるので、自宅に帰る前に湿度を確認してオンにしておくなんてことも可能です。あとこのユニオートのアプリですね、面白いのがここ電気代出るんですよ。月にちょっと直してみて、これ12月、今撮影日が8日なんですよね。で12月1日から8日までで今18円の電気代になっています。めちゃめちゃ安いですよね。ほとんど動かしっぱなしで止めてないんで、それでこの電気代っていうのは驚異的ですね。あと忘れちゃいけないのは、気化式加湿器っていうのはどうしてもフィルターのメンテナンスが必要だっていうことです。でフィルターのメンテナンスなんですけど、こうやってまずコントロールリング外して、これ上がカパッと外れるんですね。で、真ん中の方にこれ青いの見えますよね。青いのが加湿のフィルターなんですよ。で真ん中にこれ水溜まってるんで、まあ、水を一回捨ててこのフィルターを水洗いするっていう動作が必要になってきます。まあ、まだ出てないんですけど、2週間ぐらいでこの手入れしてくださいねっていう表示が出るみたいなんで、それに沿ってやっていけばいいと思います。さてここからは良かった点と悪かった点お伝えしたいと思います。で一番良かった点、これ水の注ぎやすさです。まあ加湿器なんで普段から水補充しなきゃいけないですけど、ここに直接入れるだけです。入れていくとこれ水量のところが変わっていくんですよ。しかも水補充してる間って運転止まるんですよね。余計な風が出ることもないから。で注ぎ終わると元の運転モードに戻ってずっと運転してくれてるんですよね。いちいち加湿器も止めなくていいですし、思いついた時に、まあ、ちょっと水差してあげようか程度でいいので、すごくここは楽です。あとは画面表示の綺麗さですね。やっぱり有機 EL っていうのもいいですし、このコントロールリングで、まあ、視覚的に分かりやすいなっていうのもあります。例えばこのオートモードですね。オートモードだと、まあ、現在の湿度とターゲットの湿度、オートモードですよっていうのが現れて、で、この風量ですね、リングで表されていると。そして、水の量もこのタンクの絵で一目でわかるんですよね。で、欲しい情報が常に表示されている。これですね、表示、暗くはなるんですけど、消えることないので、常時欲しい情報が常に表示されているっていうのがいいんですよね。あとは先ほどもお伝えした通り、電気代がもう非常に安いということです。まあ、1ヶ月フルで回してても100円いかないよっていうのが売りですね。でここからいまいちな点ちょっとお伝えします。いまいちな点その1、ここの水滴今残ってますよね。でこの水滴が乾くとちょっと白く跡になったりします。でせっかくここ綺麗なんですけど、ここがね、若干汚れてきたり、跡ついてきたりっていうのがあるんですよ。なので、まあ、こまめに水を足してあげれば、割と綺麗な状態保てるんですけど、まあ、そのあたりずっと使っていくと、なかなか、だんだん汚れていくかなっていう感じはしますね。
あとですね、現在湿度、この湿度が実際の湿度よりも結構高く出ます。今 48% ですけど、実際この部屋他の湿度計見ると35% ぐらいだったりします。だから 10% ぐらい高い数字が出ます。まあ、当然加湿器本体が湿度管理をしてるんで、まあ、一番湿度の高いところで測ってるっていうのもあるんですけど、まあ、吸気がこの地面にすごく近いところなので、まあ、地面に近いところ湿度も高いので、まあ、そういう感じで高い表示になってしまってます。なのでターゲット湿度ですね、今45にしてますけど、これを55とかちょっと高めに設定しておいた方がしっかりと加湿したい時っていうのはいいと思うんですよね。あとは若干うるさいんで音の静かさを取るか、オートで回して湿度をしっかりやるかなんですけど、ちょっと部屋から離れてたり外出している時にオートモードでしっかりと加湿しておいて、部屋帰ってきてからマニュアルモードで静かにするなんていう使い方もアプリを使えば簡単にできるんですよね。あとはやっぱり価格の高さでしょうかね。まあ、いい製品なんですよね。で、有機 EL とか Wi-Fi 対応とかコストかかってるっていうのが非常にわかるんで、まあ、価格としては納得の価格ではあるんですけど、それでもやっぱりちょっと高いなと思います。で、他の気化式加湿器と比べても倍以上の価格するので、定価5万600円、ほとんど安売りもされません。いろんな店舗を見ましたけど、実店舗に在庫を持っていることもなかなか少ないので、まあ、公式のオンラインショップとかで買うのが一番いいのかなっていう感じですかね。まあ、私の場合たまたまあのケーズ電機の実店舗で、まあ、5000円引きのクーポンなんてのがあったんで、ちょっとだけ安くは買えたんですけどね。いかがだったでしょうか。まあ、バルミューダっていうブランドって、あの刺さる人には刺さる感じかなというところで、万人受けするものではないんですけど、あの非常に高性能です。こういった Wi-Fi での遠隔もできますし、動作音や電気代が極端に低いっていうのも売りですし、まあ、レインかなり攻めた製品だなと思うんですけど、実際にはかなりユーザーフレンドリーかなというところで、あの手入れがしやすいんですよね。こうカパッと開けて、あのフィルターと水タンクが一体になってるんで、それ全部水洗いできるっていう形になってますし、清潔は保たれます。まあ、さらにこういったスマホでの遠隔とかってのもできるので、なかなか使い勝手がいい製品になっているなというところです。ちょっと価格の高さだけがネックっていう感じでしょうか。ただ私は個人的にはかなりおすすめできる製品だとは思っています。まあ、買った時の満足度も高いので、あの気になる方はちょっとチェックしてみてもいいのではないでしょうか。それではこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。